こんにちは、粟田洋介です。今日は私がなった4つのスランプについてお話ししたいと思います。私にはスランプなんてないんじゃないかって、いつもアイデアが出て、なんて言われるんですけど、全然そういうことはありません。1つ目のスランプの話なんですが、もうすごい昔で、私が20代から30代の間のことなんですが、その頃はちょっと人の評価を気にしすぎたりとかで、作品を作り終わってもなんかこれでいいのかなとか、アートって何だろう、芸術とは何かみたいな、つまらないことを考えていた時の話です。10年前の大地震の時、すごい被害を見たりして、すごいショックで絵を描いたりとか、そういう気になれなくなってしまったんです。なんか絵を描くのが面倒くさくなってしまって、それで面倒くさくなったんだけど、でも作品は作り続けたい。そんなスランプの話。2つ目のスランプはちょっと私の私生活の問題で、ちょっと感情的な問題で、何があったかお話ししませんけど、それでちょっとなんかおかしくなってしまった時の話です。それでですね、その問題をどうやって今まで解決したかということをお話ししたいと思います。で、まず1つ目なんですけど、その頃は私も若くてバカでした。人の評価を気にして、作品を描いても描いても、描き直して付け足して消したりとか、ああこれじゃダメだ、あれじゃダメだっつって、まあね、作品を作ることが作ってたんだけど、作って作れないみたいな感じで10年も続いたというバカな話だったんですけど、それをどうしたかというと、土偶の絵とか 埴輪の絵とか なんかとにかくもう描いて、でこれでいいのかなと思っても、そのまま描いてみました。で、なんかいっぱい描いていくうちに3の絵が出来上がってみました。で、この前はですね、もうなんだ、1枚描くのにやり直してやり直して、もう何ヶ月もかかったりで、それじゃね、終わったうち入らないですもんね。あれからもういっぱい描いて、新しい作風を見つけたり、あとはもう失敗したとか、あこういうふうにすればよかったと思ったら、ああじゃあ次はそういうのをやればいいやとか、あとはもう芸術とは何か、ああこんなの、これが芸術と言えるのかと思ったら、もうそんなこと考えないで、ああ俺が芸術なんだみたいなね、そんな感じで、それもバカみたいな話ですけど、一切つまらない行為は無視して、書いて書いて書いてって感じで、で半年後に個展を開くこともできて、それもちょっとした成長だと思います。で、次に2つ目のスランプは大地震の後ですね。あの頃、これからもっと大きな地震が来るとか言われていて、意味もよく分かんなくて、じゃあもう死んじゃうんじゃないかなって思ったんですね。でもなんかたくさん絵も描いたし、いっぱい素晴らしい友達とかにも巡り会えたし、なんかいい人生でもう悔いはないなって思ってたんですね。でもなんか絵もこれから描く気力もなくていたんですが、2ヶ月ぐらいしてからちょっと小さい紙に色鉛筆で絵を描いてみました。紙も小さいし、色鉛筆とかだからもうゴシゴシやって、仕上がりも早くて、で見る見るうちに確かたくさん描いちゃったんじゃないかと思うんですね。あんまりよく覚えてないんですけど、色鉛筆が綺麗で楽しいし、そのうち大きい絵の具を使った絵とかそういうのも描きたくなってきて、でまあ描く気がなかったのが、描く気が出てきたんじゃなかったと思い大まきさはす。このぐらいのはがき台ですかね、これは、でした。で、3つ目のスランプなんですが、その時はもう形を描くのがめんどくさいなと思い始めて、で
だったらどうしようということで、形をね、切り取ってコラージュを作ってしまおうと思って、コラージュのコラージュです。バッグに色塗って、これは全部雑誌とかから切り抜いて、でその切り抜いた色上にも色塗ったりしてやってますが、これですね。でまあ切ってやって、でそのうちどうなったかっていうと、何枚か書いてるやってるうちに、紙を切るのがめんどくさいとか、なんだ、その資料を探すのがめんどくさくなってきて、したらもう絵描いちゃった方が早いなと思って、これを何枚仕上げたんだろう。これであと何枚かで終わりますけど、これがね、これをやって、でなんかもうこれで最後めんどくさくなって、絵を描くようになっちゃったんですけど、なんかでもこれコラージュってそれからもう全然やってないんですけど、なんか久しぶりに見ると面白いな2度目と3度目のスランプって、ただ手法を変えて絵を描いたって感じで、ちょっと違うんだけど似たようなシチュエーションなのかもしれないですね。で、4回目っていうか4つ目の話は、個人的にちょっといろいろあって、なんか感情がすごい波があって、なんかすごい激しい時だったんですけど、その時のスケッチブックをちょっと見てみますね。書いてた絵ってなんかすごいめちゃめちゃこの頃思ってたんですけど、なんかよく今見るとすごい面白くて、なんか今なんかこういう絵描けないなって、あの頃の感情が乱れてたおかげで、なんか今までにないその時にしかない何か表現ができて、すごく良かったんじゃないかなって。だからなんかその時はもうなんか満足してないんだけど、今見ると面白いから別にスランプでも何でもなかったのかなって思うんですけど、でこれ今の絵と比べてみると、なんか今この時代があったからあったんじゃないかなっていうなんかものが残ってたりするんですよね。とか感情的に落ち着いたあれか2年後とかに書いたやつなんだけど、その頃の名残みたいのがあって、なんだ、スランプはプラスなのかもしれないから、スランプになった方がいいんじゃないかなって思います。というわけで、私が今までなった4つのスランプとその解決方法のお話をしました。最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。